先週はずっと雨降ってたな。何にもできんかった。しょぼい一週間だったわ。はあ。ああ、なんか野球やってたみたい。全然見ないけど。全然興味なし。あれなんか、屋根ができている。屋根なんかなかったのに、この中津へ行く橋。謎のちょっとした屋根。なんかできんのかな。ほんま屋根とかどうでもいいからさ、ここまっすぐ速度を降りれるところ作ってくださいよね。大阪市さん。大阪市さんよ。これぐるぐるするとちょっと目回って気分悪くなる。これどこするんだろう、どこ。え、何だこれ。何やつ。何やねん。ものすごいびっくりした。何すごいなるんだよ。パン屋か。何だあの行列。まあ俺はパンを買いに行くんだけど、花嫁といえばパンやろ。パンとミルクティーやな。はいよ。あの行列何なんだろうか。めっちゃ並んでるよ。何あれ、すごい。グルメの方向、天神橋商店街や。パン屋のイメージはあんまないけどな。あったわ、パン屋。いいですね。北区区役所。北区区役所。探してみようか。多分北区の区役所。北区区役所。なあ、今ここにいて、はい、公園のところにあるわ。ああ、すぐ違います。これまっすぐ行ったり。あ、はい、ありがとうございます。はい。パン屋さん、パン屋さん、あれ出た、休みのパターン。ガーン、ガーン。ショックがでかい。もうなんかね、なんか月曜日パン屋休み多くないですか。美容師と付き合ってるんですよかね。1週間ぶりのパン食べれると思ったのにな、はあ、季節の変わり目の前線は去ったようです。ビーホーしらす、久しぶりのロケやというのに、ね、パン屋にまだパン屋に嫌われてる。すきっ腹にミルクティーがしみるっていう。なんか子供が妙に多いけど、もしかして春休み。いいですね。月曜日だというのにめっちゃ人多いんやっけ。これ週末えらいことになる。行楽門は早いことせんとも絶対混むから。よしよし、結構咲いてます。夜桜とか見に行くのもいいじゃん。ちょっと寒いかな。花見もええんだけどね、腹減りすぎてどうしようもない。パン屋がなんで休みなんだよ。なんか月曜日パン屋ほんま休み多いわ。知り合いのとこも休みやしな。業界定休日のかな、月曜日。パンがダメなら弁当しかないな。もうワンコイン弁当希望をかけて。天神橋近くは食品が安いからあるだろう。500円弁当。情報がちょっと古いともう550円やったりするから、ね、税込みで。卵がね、卵がぐんぐん値上がりしてる。びっくりした。でも最近近所のスーパーで卵のバラ売りが始まってんの。ちょっとみんなどんだけ貧乏なんですか。卵ごときは10個買ってよ。いや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 、高いからって。そないに高くないやん言うてもさ。あったあったあった、手作り弁当あったやん。よし、じゃあ500円になるかな、なんか弁当。よしよしよし。あれ閉まってるように見えるのは幻なんかな。ほんま開いてるとか。閉まってるな、あれ。住宅街にポツンとある感じのパン屋とか、オフィス街にポツンとある感じの弁当屋、いつ休みやら分からん。マップで確認したらやってたのに、おかしいわ。ブー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 、確実に空いてるとこ行こう。ハーベスまで来たぞ。ここはあれや、あの
AD 富士もなんとかさんが前勤めてたシルベストサイクルが入っているテナント、テナント入っているところで、ここの地下にねパン屋あったはず。やってるやってる。あーブルーディカール、ちょくちょく買ったことある。もう腹ペコない。こうやってなんとかやった。硬いパンが食べたいな。結構高めやからね。2つ買ったらもう500円超えてしまう。やっぱやっぱ、まあ、これボリュームあるから1つ食べたらいいだろう。なんか落ち着いた。いただきます。うん、うまい。ハードパン、ハードパン。ここ左でシルベストサイクル違ったっけ。うわ、チャリンカッチン。怖い。マウンテンバイク置いてないからあんま意味ない。パン一つではちょっと物足りん。阪神行ってみるか。あ、パンある、パンあるぞ。高いパンもいいけどさ、ここやね、やっぱり。カリアキどこやったっけ。デラバン1枚すぐ食べます。はい、デラバンありです。242円です。ちょっと待って、はい、800円お返し、ありがとうございます。すいません。今や貴重な卵がいっぱい入った。ゼロポイント。いただきましょう。卵たっぷりやな。パンと一回食べたら結構お腹いっぱいになったから、よかったよかった。よし帰ろう。今日もたっぷり走ったよ。10キロぐらい走ってるから。もうやっぱ外国人の人多くなってきた。インバウンドがすごいで、インバウンドが。エンディング撮ろうと思ってカメラ準備してたらね、ここにチャリ置いとったら、アリ紙貼られそうになって、すぐそばにおるっていう。あとなぜかここ三脚使うと怒られます。謎ゾーン。久々の食べ歩きロケでした。ほなまた。ちょっと肌寒くなってきた。